はい、皆さんこんにちは、弁理士の渡辺です。今日なんですけども、2022年のですね、合格者と渡辺の座談会ということで、まあ、目的としてはですね、これ今ご覧になっている方って、これから講義取ろうかなっていうふうに思ってらっしゃると思うんですけど、まあ、その教室の雰囲気とかですね、あとはその、ここ3人が今回一発合格ですね、全国で23人しかいない一発合格のうち、3人うちのクラスで出てくれたのでですね、まあ、その、まあ、スキル的なところですね、まあ、どういうような勉強の仕方をしたのかとかいうところ、まあ、短い時間にはなるんですけども、まあ、参考にいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日、山岡さんと正村さんと神田さん、3人ともピチピチの一発合格、20代というところで、まあ、かなり珍しいんですけどね、はい、合格者来ていただいたので、まあ、いろいろと伺っていければというふうに思います。まずですね、3人ちょっと伺いたいんですけど、独学っていうのも一つ選択肢としてあるし、まあ、あとはその通信のオンラインの予備校なんかも今結構たくさんあって、まあ、結構安いところも多いと思うんですよね。でその中でいくと、まあ、レッカーぶっちゃけて言うとちょっと高いと思うんですけど、まあ、価格帯もある中でそのレッカーを選択した理由みたいなところを、まあ、こんなとこだよっていうのがあったらば、まあ、きっと見てる人の参考にもなるんで教えてもらったらと思ってて、まあ、まずちょっと山岡さん、はい、ありますか。そうですね、まず法律系の勉強っていうのは今までしたことなくて、それ理系だったので、なので、まあ、その一人で勉強する人はどうやって勉強したらいいかやっぱ分かんないですよね。でちょうど会社の先輩にもこのレックの渡辺から使ってたで一発合格した方もいらっしゃったので、まあ、その方々にいろいろ話を聞いて、まあ、レックに決めようかなって思いました。まあ、その、ね、先輩は、はい、私も存じてますけど、はい、昔の動画を見ていただいて、はい、ありがとうございます。正村さんどうですか。そうですね、僕も全然法律の勉強したことがなかったから、まあ、弁理士よくわかんないなって感じだったんですけど、まあ、ネットとか見たら1500時間とか3000時間勉強かかるって書いてあって、うん、それを持ってで、その1500時間何をするかもその勉強始める前は分かってない時点で、まあ、どこかしらで何かしらのノウハウみたいなのを教えてもらわないと、その1500時間をどうしようもないって言ったらですけど、まあ、長くも短くもできなくなっちゃうから、まあ、初めとりあえず予備校に入ろうって言って、まあ、一番近かったレッグにしました。場所も近いし、そう場所も近いし、まあ、あとそのネットの取り組みとかでも、ね、そのレッグは合格者がやっぱり多いじゃないですか。うん、まあ、その他のとこ選ぶなら安心感はありますね。うん、まあ、採用ですからね。なるほど。神田さんはどうですか。そうですね、私もやっぱり法律の勉強したことないから、今後教えていただきたいっていうのもありますし、そのやるからには短期で合格したいっていう気持ちがすごく大きかったので、まあ、一発合格者の実績が一番高いのがレックだったので、レックにしました。まあ、一発合格はでも すごいと思いますけどね、全部23人しかいないんですよ。3600人受けて、23人しかいなくて、まあ、ここね、もうとにかく3人が優秀としか言いようがないんですけど、3人出てくれたっていうのはもう本当ありがたいなと思うんですけど、まあ、実際にその受けてもらって、教材とかその講義とかで、まあ、なんだろう、どんな感じとかどんな印象を持ったかなっていうところを聞きたいと思ってて、まあ、山岡さんからでは、まあ、教材でもいいですし、その授業とか講義とかそのクラスの雰囲気とか、まあ、そんなのも含めて、印象に残ってることを適当に喋ってもらえる。そうですね、いや、 やっぱこの法律系の読んで待ってる、まあ、特許庁の資料とかすっごい分かりづらくて、まあ、仕事でもたまに読むことはあるんですけども、あれじゃよっぽど勉強はできないんですよね。やっぱそれに比べてやっぱこのレッグのテキストってそのやっぱ勉強するために勉強する方向性でしっかりまとめてくださってて、まあ、あとはこう最初の基礎の入門クラスから、論文で担当行ってこうしっかり塗り重ねていけるっていうのはもうそこにのっとって最初の方は勉強しておけばもう、だんだん実力つけてみて、あとは直前自分で頑張りましょうっていう、すごい理にかなってるんじゃないかなと、勉強しやすかったかなと思います。まあ、エスカレーター的な感じですね、はい、まあ、自動にこう乗っていける、はいはい、ありがとうございます。正村さんどうですか。僕もその山岡さんと結構似てるかなと、その講義のテキストとかについては、うん、まあ、レックのは結構良かったなって思います。その本屋とかで弁理士試験の参考書とか見ても、まあ、特に欲しいなとはないですけど、レベルでその、まあ、レックので、まあ、足りてるかなっていう気持ちになるぐらいの、うん、そういうテキストはよくできてました。
で、まあ、講義の流れはその1年間、まあ、大体通って、まあ、さっき1500時間弁理士試験勉強いるとかって言ってましたけど、うんうんまあ、そのうちの結構な部分をその講義とかで補ってくれるんで、その1500時間自分で何したらいいかわからんみたいな、そういうところはだいぶ減らしてくれるなと思いました。朝村さん、時間つけてた？どれぐらい？いや、僕全然つけてなかったんで、ちょっと。ああ、そうか。朝村さんがつけてるから。はい、了解。川田さん、どうですか？まあ、どれでも。まあ、二人話をかぶってもいいですし、ちょっと違う観点でもいいですし。私、多分、自分で勉強するとなったら、担当試験からだから、その、条文を一条からやっちゃってた気がするんですけれども、レックの教材に従ってやると、何でしょう、重要な条文からできたので、その優先順位を自分でつけることができたし、その入門、論文、担当っていう順にできたことで、その1回法律を全体を俯瞰できたのが良かったかなって思います、うん、なるほど。そこ分かんないですよね、自分で分かんないですね。ちょっとなかなか重要な条文からやらせてください、何がって感じになると思う。優先順位を、なんだろう、僕よく言う買うって言うんですよね。時間を買う、優先順位を買う、なんか何やっていいか分かんないですから、もうおっしゃる通りで、僕の失敗だったんですけど、ベニシやろうかなって思った時に青本読んだんですよ。もう全然1条から読んで、で当時こういうネットなかったから、この9000円、ね、払ってこう人殺せそうだったあれ、あれ持って読んで、いや俺賢くなった気するわって思ったけど、もう全然ダメですよ。あれでもやっぱり、うんうん、予備校行ってよかったなって思うのは、ここはやったらいいし、ここはやらない方がいい、うん、やったらドツボハマるでっていう風に言ってもらえるってのはやっぱ OK ですね。あ、そうですね。だからまあさっきレック選んでもらったっていうのはもちろんね、そういうこうブランド力っていうのももちろんあると思うんですけども、まあ、理系でこう法律の勉強したことがなくて、でまあその中で、まあ、実績もあるし安心感あって、でまあ実際にこうある程度分かりやすい、もちろん一人で全部読み解くのは、ね、大変だと思うんですけど、うん、手に入るというところは、まあ、選んでいただいた理由になって、まあ、実際に実感として良かったと思ってもらったところかなとは思います。まあ、実際に講義は講義というか、まあ、クラスで良かったと言って挙げてもらったりとか、なんかめっちゃ恥ずかしいんですけどめっちゃ恥ずかしいんですけど、まあこうね、クラスでここ良かったなっていうのがあれば教えてほしいなって感じです。なるほど、はい、そうですね、まあいろいろやっぱあるんですけど、まあ、一つ思ったのは、その会社のもう渡辺さん通ってた方から話を聞いたのは、結構絵をめっちゃ描いて絵が面白いって言ってて、本当かと思ったんですけどまあ結構絵描いてくださって図示してくれることは、でやっぱビジュアルでこうね覚える、印象で覚えるっていうのはすごい重要だなと思ってて、そこをバカにしてる？いや、してないです、してないよ、大丈夫です、してないですよ。もうなんか過去からね結構いじられてて、渡辺先生のもう絵画とかすごいもう染み込むみたいな、本当かなみたいな大丈夫、いい感じで抽象化されてますよ。そうなんですよね、印象残りやすいって。あ、本当に、あ、よかった。あんまりもう価値かけすぎ、そうですね、すごい簡単です。なんか構造がって言ったら変ですけど、その情報量が結構いい感じに絞られてる、うん、嬉しい。なんでまあこう自分で勉強してる中でもなんとなく頭の中にそういうイメージ図が浮かんでくる感じの勉強、授業をしていただけたかなと思ってますね。そこはすごい印象に残る、重要なところがしっかり印象に残る。なんか分かりしてるみたいな、過去にもあったやん、海馬に焼き付くとか本当かみたいな、絶対バカにしてるじゃん。いやいやいや、もう助けられてるんです。ありがとうございます、はい、そういうことどうですか、はい、あ、そうですね、まあ、講義、まあ、特にそのレックのじゃなくて渡辺先生の講義っていう意味だと、まあ、結構授業の内容がそのインタラクティブなものっていうか、その相互にやり取りをしてもらえるものが多くて、まあ、そういう意味でその楽しい部分が多少なりとも、結構普通に授業を受けてるよりは楽しいって思えるような場面が多い授業だなとは思います。嬉しい、はい、何もないよりは断然もう普通の授業ゼロじゃないですか、うん、まあ、そう自分のこの話面白いなみたいなのもあるかもしれないですけど、なんかゲーム的な要素って言ったら娯楽的な要素はないじゃないですか、ないない、それが結構渡辺先生の授業だと感じました、はい、ありがとうございます。
笠村さんと結構似てるんですけど、うん、その双方向のこうコミュニケーションを取る機会が多かったので先生にも質問とか相談しやすいですし、うん、受講生同士での、その何でしょう、こうちょっとコミュニケーションを取って、うん、点数聞き合ってこうモチベーションを上げたりとかもできましたし、そういうこうつながりを作れたのが良かったかなと思います。少人数ならではのと言いますか。そうですね、これ多分ね大きくなるとやっぱ難しくて15人ぐらいのやっぱこう、ね、小さい規模だからできるかなっていうのは本音ベースであって、だから30人までは経験あるんですけど、多分それ超えたら、うん、多分難しいのでまあ多分レック的にはもっとねこういっぱい受講生が来てほしいなと思うんですけど、まあただ僕のやりたい授業ではなくなるかなっていうんで、今は多分、うん、ちょっと講義行くたびに隣に山岡さんが定位置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 がその辺があるとやっぱりでも話しやすい差はありましたね、うん、そう毎回言うから、まあ、そうですよね、最初は知らないです、そう最初に勉強して、でしかもさ模擬試験だけじゃなくて、模擬試験はあるかもしれないけど本番とかでこう見知った人いるとちょっと安心しない関東全国関東全国なんかこうなんかホームだなみたいな、はい、アメリカンなちょっと知ってるというか知ってる人ちょっとまあ別にね話すだけ話すのはないかもしれないけど、まあ、そういう、こう、横のね、つながりができるっていうのは。だから、なんだろう。最後まで、いや、名簿で名前を読むんですけど、うちの子さん。あれやってたのは、やっぱできるだけ横の人、できるだけこう、名前も覚えたとしても、まあ、知らない人がいるとしても、後で入ってきやすいようにっていうので、まあ、あえてずっと出席を取りますっていうのをこうやってたっていうのは、まあ、横で少しでも。だからまあ、うちのクラスで一応全員守備、全員攻撃っていうのを出してるんで、パンフレットの中で出してて、みんなで合格して、みんなでうまく守って逃げ切りましょうって。だからまあ戦争と一緒なんで、お前生き残ったかもって。半島生き残ったかもって。論文の大丈夫だったかっていう感じになるんで、そうだからまあもう本当に戦争と一緒なんで、まあ、どんだけちゃんとこう生き残っていけるかっていうところなんで、まあそれは、はい、まあ、少しでも横の連携ができたというのは、まあ、こちらの願い通りだなっていう感じでした、うん。ちょっとテクニック的なところを伺いたいんですけど、まあ、講義は講義で土曜日で行くともうね、ほんと9時半からまあ7時半とかぐらいまでぐらっと講義があって、で、他に、まあ、仕事を当時持たれた、まあ、持ってなかった方もいたりとかもしながらではあるんですけど、どれぐらい勉強してたか、まず、大体でいいです。1日これぐらい、まあ、月から金だとこれぐらい、土曜日はちょっと、まあ、ほぼゼロでした。日曜日はちょっと多少できましたみたいなのを、まあ、よく週20時間取ってくれって話を最初にしてたんですけど、まあ、取れてたか取れてないか含めて、まあ、その辺聞けたら嬉しいなっていう感じですね。どうですか？ギクッとしましたね。見てない20は授業を含めてもちょっと行くかどうかぐらいだったと、多いもちろんその1年目というか、その勉強始めた年は、うん、やっぱりあんまりすごい身を入れて勉強できるっていうタイプじゃなかったので、そうね、もう本当渡辺先生、毎回メールでこう宿題じゃこういう復習してくださいっていうの、もうそれについていくので結構精一杯だったんですけど、まあ意外、はい、そうです。意外、いや俺多分一番やってると思ったけどね。いやでもまあ仕事とかフルタイムで、ああまあでもそうか。あったりとか、まああんまりこう1年目から根詰めすぎて長丁場。じゃないですか、うん、直前期にしっかりこう頑張るには今のうちはあまり頑張りすぎないようにしようっていうふうにちょっと僕、そういうタイプ。陸上部？陸上部ですけど、それは陸上部ですね。陸上部だ。陸上部ですけど、わあすごい。あ、元から勉強受験とかもやっぱりあんまり最初から根詰めすぎると良くないっていうのは自覚してたので、すごい戦略的。まあ遊びの部遊びというか。仕事とか遊びの量をだんだんこう直前期になって減らしつつちょっとずつ勉強できてた感じだ。あ、じゃああんまり合コンに行かないようになってって合コンかどうかは分かんないですけど、はい、なるほど、はい、まあそんな感じなんで、すごい1年ぐらいやっぱりあんまりもう本当先生の復習についていくだけで精一杯というか、なるほど、まあ、それをすればまあまあ万々歳かなっていう感じで勉強してました。まあ、それでも逆に、ね、1年目の塗り重ねは全然十分必要条件ぐらいに達成できた。浅村さんどうですか？どれぐらい勉強してたんですかね。分からない。いや結構やってた。いやでも20時間
超えるぐらいはしてたと思うんですけど、週そんな40とかはしてなかったと思う。ああ、じゃあまあ25とか30とかなとかぐらいだと思う。僕はなんか山岡さんと違って、そのあの勉強のその詰め方の話ですけど、僕はなんか早めにその受かるか受からないかの見切りをつけたかったです。じゃあ浅村さん的にはこの辺でなんかいけそうみたいなんで、なんかいつぐらいに感じられた、結構早い段階で感じられた。いや、それはもうそのあの勉強始めて夏には担当は受かるなと思いました。すげえ。担当受かるなと思って一緒に勉強してたんですね。怖いですか。でも論文はちょっとまあ少し遅れた。論文はそもそもよく分かんなかったんで、その結構直前まで論文はよく分かんなかったです。その論文を受ける人のレベルが分かんない中で、上から4分の1って言われてもよく分かんないなっていうのが正直なところでした。その誰、そのどこの人とどの中段の中で4分の1なのかちょっと分かんなかったんで、そうですね。でも普通にしたら4分の1はいけそうだなっていう思いはありましたけど、まあ、よくわからないです。確かに測りにくいね、担当に比べると。難しいです。難しい。測定ができないっていうか、はい、まあ、なんか講師からすると、もうこの3人はもう多分大丈夫っていうのは、論文基礎力完成講座なんで、答案見せてもらったときに、この3人はもう、あれはもう、全然信じられない。いやー、もう、基準があって、で、あ、こういう型でちゃんと書けてて、もうこう、フォーマットというか、なんだろう、論文ってすごい難しいのは、なんていうのかな、再現性が難しいんですよね、一番ね。だけど、それが再現できそうなこう型を、まあ、もう身につけているなっていうのは、まあ、とは見ると分かると思うんですけど、まあ、ただ、本人たちは成長してる実感がないんで、それがすごいしんどかったんじゃないかなと思うんですけど。ハードに比べてね、なんか見合ったりしたそういうのが偉い、ね、はい、分かんなかった。見ないよりは断然、あ、断然、はい、ちなみにこの3人はみんな特許が130超えてるんで、もうあのトップ合格ってこれ言ってますけど、130ってないから、108点で合格するのに、みんなね120とかでもうだいぶ上やなって、130ないから。すごいすごいです、3人ともだからね。でもやっぱその辺はやっぱこう答案をやっぱり見せ合うとか、アウトプットに対するなんだろう意識がやっぱすごい比重が高かったんで、それはすごいすごいなって尊敬できるところだなって。みんなね普通ね見せたらんないんです。いや、もうなんか 見せないし、なんかあんまりこう見た、みんなもう別に見る必要ないみたいな、出すところがすごいと思います。でもそこは僕は出せる人と仲良くなりたかったんで。確かにね。確かにね。いや、ね、だからうまく使ったっていう感じ。いや、でも本当それで、ね、受験仲間って結局ね、こう用いられるんじゃないですか。よく言ってるけど、一番受かりやすいのは協調性のある一匹狼なんで、群れるやつはダメですよ。ほらもう大学入試でしてやし。でもまあそれでいくと3人とはまあなんかこういい距離感というか、まあうちのクラスみんなそうだけどね、こうまあほぼほどの距離感を保ちつつ、まあまあ協調できるとかね、こうお互いに協力するっていうのをやってもらえたかなって思いますよね。なるほど。ちょっとダラダラ言っちゃいましたけど、川田さんどうですか？今のトピック何だか覚えてる？時間ですか？時間からね、時間からちょっと言っちゃいましたけど。私は山岡さんとは真逆で、前半に結構詰めて、直前期にあんまり受けてなかったんですけど、こう、もともと学生だったこともあって、すごい時間があったので、その時は結構20時間は、週20時間はちゃんと確保して勉強できてたと思うんですけど、社会人になってだんだんできなくなってっていう感じで、もうそれがもう勉強し始めた時から分かってたので、もう 年末は無理ですけど2月ぐらい、講義が終わるまではほぼこう完成させた状態でいけるように結構詰めてやってましたね。いや、そして2月ぐらいまではガーッていって貯金を作っといて、そうです、あとはまあ3月4月ぐらいになると就職して引っ越し合って、はい、新しい会社のなんかまあ歓迎会みたいなっていうのがをこなしながら受かったみたいな。
そうですね、こう落ちないように保つぐらいだったので、まあ、そういう意味で言うとも計画通り、うん、あ、そうです、計画通り先が出てるんですけど、3月とかの模試で2人の点数聞いてすっごい焦りましたあ、そうなの、ね、そんなやっぱ取れてたんだ、お尻に気がつきました僕は、あ、ちなみに担当試験は、48、47、44なんで、これも39点が合格ラインのところでいくと、まあ、プラス5点から9点オーバーなんで、まあ、これも今のね、難化した試験においてもだいぶすごいですし、まあ、川田さんはね、最後特許17なんで、どうやって取んのみたいな、俺17多分取れないんで、あれすごいと思いますけどね、うん、まあでもだから最後に貯金に乗り切ったっていう、まあ、戦力逃げ切り型で追い上げ型、いやいやもうこれも見切り型だけど最後は俺が勝つみたいな早々に思うね、すごい。でまあちょっとまあ内容に少し入りかけてたんですけど、まあ、もう少しそのスキル面というか、あのテクニック面で聞きたいのが、そのおすすめの勉強方法と、あとその心がけ、まあ、だから心がけで、まあやって良かったことと、これちょっと失敗したなみたいなのあったら、まあ、両方でもいいですし片っぽでもいいんで、そういうところちょっと教えてもらえると嬉しいです。そうですね、おすすめは、やっぱ社会人してると時間がどうしてもその社会人、うん、仕事してない人よりは少ないので、そうかけれる時間っていうのはやっぱ少ないですよね。なんでやっぱ優先順位を本当に自分の中で見切りをつけて、こう全部完璧にやろうとしないっていうのは、あの重要なんじゃないかなと思います。試験範囲ものすごい広い、まあ、勉強なので、自分の苦手なところ、重要なところをしっかり優先順位つけて勉強していくっていうのは大事かなと。なんかここはじゃあ諦めたってあります、もうこれは本当はやりたかったけど、はい、もうこれは捨てたんだみたいな。 PCT は捨てましたやりたくもなかったんですけどで PCT を、どの程度で捨てた感じ、なんかその全くやってないってことはないと思う。模試で出るじゃないですか、で復習をするときに本則だけは、あの模試で出た本則だけは復習しました。はあ、なんでなんとなくこういう感じの問題あったなっていうのは覚えてて、それだけで本番をなんとかしたりとか、あとはまあ他の国内法との関連付けがあるところはなんとなく覚えてはいたと思うんですけど、なんか PCT のための勉強っていうのはもうちょっと無理だ、時間がないなと思ったので、まあ費用対効果は悪いですよね、悪いですね、ボリュームも悪いしね、はい、なるほどな。そうですね、条約は結構細部に詰めた感じですね。なるほど。マサムさんどうですか、まあ、おすすめ、まあここまあ、心掛けでもいいです、うん、今みたいな方針みたいな、ね、勉強方法については、はじめそのさっき話したんですけど、その弁理士の勉強何したらいいか全然分かんないし、その勉強方法もそうですけど、そもそも何を勉強したらいいか、中身方法じゃなくて中身もよく分かんなかったんで、その講義受講を始めて、まあ、5月ぐらいから9月ぐらいまではなんかいつもその毎週、まあ、勉強して、まあ、こういうことを勉強したらいいのかなとか、まあ、こういうやり方がいいのかなっていうのは、その1週間勉強してて思うことがいろいろあるのを、その毎週授業に行くたびに渡辺先生に、まあ、今週はこう思ったんですけどどう思いますかみたいな感じで聞いて、まあ、そこでなんか勉強方法が結構いろいろ、その勉強方法っていうか、まあ、何を勉強したらいいのかっていうのは、そのどんどん初めの方に固めれるようにはしていってました。でそこで大体何が大切なのかなっていうのを、まあ、冬場ぐらいまでにある程度僕の中ではイメージしておいて、まあ、その冬場からその直前金2月3月4月でその、まあ、どういうふうにその大切って思ったことを詰め込んでいこうかっていうのをそのどんどん逆算して予定は立てました。でその中でやっぱりどうでもいい条約とか著作とか布教法っていうのは、そのいかにやらないかって言ったら変ですけど、まあ、どこまで置いといても耐えられるかみたいな風に考えて、そのスケジュールというかその勉強の計画は立ててました。かっこいい、そうです、かっこいい、すごいかっこいいね、そうです、あのまあまあ
なんか条約とか著作権について思うのは多分なんならあんまりやらなくても要点なら取れるかもしれないじゃないですか。いやもう、うん、いや違う、その僕のその今の点数は勉強した結果なんで話は違うんですけど、仮に勉強しなくても4点なら取れるかもしれないんで、うんうん、あそこは特許とか衣装とはか、その論文がある試験とは全く別物なんで、点を取る勉強すれば最悪ね、その特許とか衣装でそんな変な妥協、そのなんかなるべくやりたくないみたいなのはちょっと怪しいと思いますけど、うん、なんかそうですね、条約とかは積極的に切りに行く科目なのかなとは僕は思いました。最後やればいいと思うんですけど、時間があるだけやればいいと思うんですけど、時間がないのにやらなくていいのかな、はい、いやまあ決断ですよね。いやまあ2人はだからそのやらないものを決めてるっていうのが経営者っぽい決断でそうでしょ、決めて立つだから、決めてこれやる、でもこれは捨てるっていうのも必ず二択なはずなんです。二択で表裏なはずなんです。これをやるっていうのの裏には諦めてることがで、それが明示的にやっぱり言えてるっていうのが、うん、あの他の受験生と違うと、うん、でもその多分大切なところを見極めるっていうところで、そこができるようになるかどうかっていうところで受かるか受からないか見切りをつけられるし、その上でどうでもいいって切ったところを後から拾っていったらどんどん受かる気がしてくるみたいな、やらなくていいって思ったことやってるんで自分が一回こう仕分けしてこれも絶対やらないって やるからって言って、あんなこっちも手つけようってなったらもう上積みだけしかないみたいな、もうこれ受かる以外ないなみたいないやーすげえな、作詞家だな、作詞家やな。あでも確かに5月の末がよう来られてて、でもその時にそのすごい抽象的な話をするんですよ。でもなんかそこなんだろう、勉強方法の勉強というか、そこをもう再考するぐらいの感じで、だからよくあの時期ってノートとかも作ってたし、そうですね、なんだ このノート何書いてあるのみたいな教えてもらって、なんかああそういうのをやってる、どっちかっていうと頭に目次作ってる感じだったよ、うん、かもしれないです、タグはつけてるのかもしれない、うん、なんとなくなんか体型を一生懸命作ってる時期が、うん、その多分前半の時期で、まあ苦しんではいなかったと思うけど楽しんでたかもしれないけど、こう試行錯誤するしてる感じ、はい、どうやって受かろうかってずっと練りながら勉強してるような感じですよ、ね、感じてました。なるほどな。かなさんどうですか。私はそういう意味では浅村さんと逆かもしれないですけど、うん、こう最初にこれをやるってもう決めてしまってあんま悩まなくて、こうそうですね、教材を決めてまして絶対これをやりきるみたいなの、うん、でもあの担当は単アドだけしかやってないですし、論文は渡辺先生のレベル3っていう文書詞を覚えるだけしかやってなくて、結局その2つしかやってないんですけど、それをやるからには完璧に、まあ、完璧ではないですけど、なんでしょう、有限にして極めるって渡辺先生が言ってたのをすごいいつも心に留めてて、うん、これさえやればいいんだって思うとすごい心が楽になってたんで、それはおすすめですかね。あんまりこう手を広げすぎないというか、教材とか結構青本とかを皆さんが読んでらっしゃるとなんか焦るんですけど、いやどうせ読んでも自分では厳しいかもと思って結局、はい、ダウンロードもせずに、はい、申し訳ありませんでした。私頭が出ました。申し訳ありませんでした。いやでもね、全くそれでなんかね、やが登りになるんですよ。あれを読むぞっつってこう読むじゃないですか、読んだわっていう爽快感があって閉じるじゃないですか、何にも残ってない、何にも残ってない、もう予想以上に何にも残ってない、何だったんだろうみたいなつって、まあ、そうか、だから有限にして極めるやっぱ同じものを何回も回すってなって、何回も回すにはやっぱ、ね、有限にしないといけないので、まあ、それも決めて立つなんですよね。だから決断だと思うんですよね。あとカーナンすごいこう印象残ってるのが、論文の時にあの京都本校模擬試験あるじゃないですか、論文の模擬試験でその解いてもらって、で、まあ、ぶっちゃけて言うと3人の中で一番できてたんですよ。もう全員の中で一番できてて、でまあ、あの時はね、一番だから聞いた時に、やっぱ自分はあの覚えるのが得意なんでって言ってて、多分そのまず入れるっていうのができてて、でそれが、自分の強みとして認識してるのでびっくりした、大学生で。
ちゃんとそこがまず自分の強みで、だからそれ使ってやんねんっていうのを意識して、それをだからもうレベル3をなんかもう結構気に入ったんで覚え込むぐらい読み込みましたって言ってて、はあ、へえ、こういう22歳もいるんやんすげえなーって思った感じですね。自分の強みとか弱みってね、まあそれは就活すら多少分析するけど、そんなにあんまりこう普段の実生活で使うぐらいまではまああんまり意識はしないので、まあその辺がまあやっぱり合格者が足りうる必然的な脳のこうみんな感じるところかなっていうところですね。ありがとうございます。あともうちょっとスキル的なところを聞くと、今これ聞いてる人多分ね担当直前の人とか結構多いんで、担当直前とあともしかするとまた論文直前に見返す人もいるかもしれない方もいるかもしれないんで、論文直前期のところをちょっと話してほしいと思ってて、だから担当の時は、まあ、なんかこういう過ごし方してたとか、こういうとこ気をつけてたとか、まあ、担当終わった後論文ってもう42、3日しかないので、まあ、これやって結構良かったとか、まあ、これは結構無駄でしたとか、まあ、さっきと一緒ですけど、まあ、そういう話少しお聞かせいただけたらと思って、まあ、まずちょっと担当から聞きましょう。担当からずっと一周したい。担当どうですか？直前期ですか？直前。担当はずっと過去問とかバーって回してたんですけど、やっぱ、何回も回していくと何回やってもできない問題っていうのが数問あるので、それを絶対記録しておかなきゃいけないなと思って、で最後にじゃあそれはどうやって覚えようか、もう多分3回回して3回とも解けないから問題ずっと回してても意味ないので、じゃあもうちょっと違う方向でやろうか。なんかやっぱアウトプットは大事で、アウトプット重ねていけばだんだん力が伸びていくんですけど、アウトプットがカバーできないところっていうのが直前期には見えてくると思うんで、そこをどう攻略するかっていうふうにシフトしていったかなと。それとどんな方法でした？例えば過去問があって3回回して間違えた、はい、次の山岡さんの取った手段としてなんかどんなことやった？もう僕はもう覚える記憶する、覚える感じ。僕はどっちかっていうと覚えるのがすごい苦手で、丸暗記っていうのは絶対全然できないので、フィーリングとかなんとなく印象で覚えて、やっぱそれでカバーできないところっていうのが3回目まで出てきてるところで、もうそこはもう諦めて覚えるっていう手段を取りましたね。ひたすら聞くとか、それに関するところとか、もうカニのペーパー化してひたすら見るとかっていう。3回ダメの基準聞きたいんですけど、はい、3回とも×か、はい、×三角とか、はい、まあまたそれもグラデーションがあると思って、はい、なんか どうしてました、そこは。もうバツバツバツをそうしてたのか、バツバツ三角はやってたのか、例えば三角バツ三角とかをまあ入れてたのか、まあ、なんかその辺がもし自分なりのこうしてたなみたいなのあればと。まあ、バツ丸、バツ三角丸をつけてたんですけど、うん、まあ、三角でもダメでしたね。三角もダメなものとしてカテゴライズしてました。でもそうすると若干量多くならない。そうでもない。3回目ぐらいやったらまあまあ減っていい。まあ、結局その担当ずっと回しつつも模試とかもやってるんで、まあ、結局じゃあその問題何回やってるかっていう、その分野何回やってるかって言ったら5、6回やってると思う。なるほど。そこまでいくと結構絞れてたんじゃないかなと思ってしてますけど。なるほどね。まああと、大体固まってるんですよ。僕が苦手だったのは優先権のところでやたらその3回解けなかった問題が固まってて、あ、じゃあ優先権は暗記せんやダメやと思ったんですよね。期間系とか変更の出願の変更の時期的要件とかやたら固まってましたね。なるほど。じゃあまあそうやって傾向が出てきたらそこを特に重点的に。そう、最後はもう覚え込むしかないみたいな。覚え込むしかないですね。そこでずっとまだアウトプットやっててもどうしようもないかなっていうふうに思ったんで。なるほどな。面白い。浅村さんはどうですか？僕も担当の直前期は暗記系が多かったですね。特にその条約 そのパリとかは結構早い時期ではないと思いますけど、まあ、何ヶ月か前ぐらいからその音声で条約のやつを聞いたり、まあ、普通に過去問も解いたりしたんですけど、トリップスとそのジュネーブとかアバプロとか、まあ、PCT の大体ざっくりは全然手をつけないようにしてたんで、その直前期1週間2週間でその単アドを、うん、まあ、今日はジュネーブやるみたいな感じで、その直前期その忘れない、その本番まで忘れないぐらいの位置で
覚える日を作ってました。そうですね、うん、まあ、他はその山岡さんの言ってたその期間みたいな、その優先期間とか、なんかその布石自由30日みたいな、そういうのはなんかスマホとかのメモ帳にちょこちょこ入れて、まあその、まあ暇な時ってあれですけど、暇な時にそのバーって見てその覚えられるようにしてたりはしてましたね。そのだからその細かい暗記系を詰め込むのが多かったです、本当に。逆に言うとその暗記系でも全部暗記するとかじゃなくて、まあ、自分の苦手なとことか、まあなんかもうここやなっていうところだけにこう絞った感じになっていた。いやー、そうとも限らないですね。その、その条約に関してはそのターボのその冊子丸々放置してたんで、その丸々覚えるっていう風にしてて、そのなんとかの期間とかはその苦手なのを覚えるっていうよりは普通にその体系的にその これこの辺全部一緒だからまとめて覚えようみたいな、そういう感じでその覚えてましたね。そのバラバラにしないようにはしてました。その、ああなるほどなるほど。じゃあまあ一つこう塊を作る。そうです、塊で覚えようとしてました。忘れやすいですもんね。そうですね、最終的にそのスマホとか見なくても、なんか毎日そのチェックリスト見てたらその頭の中だけで覚え出せるようになるんです。そのまとめてその連関があれば、うん、そうですね、そういうだからまとめて覚えるようにしてました。なるほど。田中さんどうですか。私はひたすら条文を読んでて、あの1条から今日はじゃあ50条ぐらいまでやろうとか決めて、1条から順番に自分が言えるかっていうか、その文言上全部は言えないですけど、大体この条文だったかなっていうのを思い出して、まあ、その条文を開いたらその付箋とかに先生の言ったこととかが書いてあるんで、こう直前期にこれまでやったことをこうゆっくり思い出す感じでやってて、うん、やりながら前日とか直前に見るものっていうのを一つにこうスマホにまとめてて、こうどうしても間違いやすい期間とかだけまとめて、それを前日に見るっていうふうにしてました。基本は条文を読んでました。じゃあもうその前日には、はい、どれぐらいの量みたいな、なんか1枚っぺらかなんかでまとめていた、まあスマホだからちょっと分量は分かんないんですけど、うん、1枚ぐらいだと思います。結構マイナーな部分も含めて直前に見たいなっていう、なんでしょうね、自分の感覚ですけど、分かる。ちょっと不安なとことか、ね、あ、そうですね、うん、私は、あ、まあ、論文、あ、これ本当でしたね。担当。いや、でも論文の話してもらっていいよ。いや、まあ、担当論文も同じようにそういうチェックリストを作ってました。そうです。あ、でもやってた、作ってた。いや、僕もそういうのもしてましたし、その直前期にどんどんその条文集に付箋をつけていって、最後の1週間ぐらいでどんどん剥がしていくみたいなのもしてました。その直前期が1ヶ月ぐらい前からこの辺がなしそうみたいなところにどんどん線張っていって、うん、まあ、直前期その3日前ぐらいから見てちょっとずつ減らしていくみたいなのをしてました。やってた。僕も最後はリストは作りました。あ、やっぱやってるんだな。それを3ヶ月前とか4ヶ月前にやってたら、いや、お前それしてる場合じゃないだろうって言ったんですけど、やっぱ直前期はそれをやらなきゃいけなくなった時期じゃなってなんか思ったんですよね。アウトプットをひたすらやってる場合じゃなくて、うん、体系的にまとめてもう覚えるものを作るっていう時期なのかなって思ったんですよね。山岡さんの場合はリストっていうのはなんか別に何か、まあ、同じ神田さんと同じような何かを、あ、もう Excel でこうまとめて、あ、Excel で作ったの、条文数と何やまとめてました。そう、あれなんか大阪の、あの、大阪大学、阪大かなんかの憲法の先生の話でしたっけ？してないっけ？多分したと思いますけど、中身覚えてない。その憲法の講義の中で、テストの中で、一枚っぺらに、それは持ち込んでいいっていうのをやると、うん、持ち込んで点数取るやつと、持ち込まないで合格するやつに2人いて、で、その後者の方は、その1枚、この、これぐらいで1枚ペラに書き込んでるうちに全部覚えたから持ち込みませんでしたっていう話があって、なんか結構近い感じを受けてて、もちろん直前にこうバッと見て、あ、これそうやった、そうやったって、まああるけど、多分その作ってるプロセスで、アウトプットと整理とこう両方やってて、頭に入ってるんだろうなっていうのをこう、ふと思い出して、なんかやっぱり合格者はその辺は結構最後ちゃんと自分で、なんだろう、うん、整理して、
体系的に忘れないようにされるんだなって思いました。これちょっと論文、まあまあ似たような話になるかもしれないですけど、どうですか論、まあでも担当から論文でいいんですけど、論文の方が見切りをつけなきゃいけない、やらないって決める量が多かったんですけど、要はマイナーな判例とか、あの昔で過去も出たけどちょっとマイナーな判例とかをどこまで完璧に覚えるかっていうのは、やっぱその時間が全然なくて、それこそレベルゼロ体験記なんで判例教室とかも最初買ったんですけど、結局一回も手をつけずに、あのもう渡辺先生の、 あの過去問のやつとか、あと模試とかをひたすらといっても、そこである程度大事そうなやつだけピックアップして最後に消化しておくっていう同じ流れがあるんですけど、担当と違うところって言ったら、やらないって決めたものがかなり多かった。で、これで落ちたらしゃあない。けども、やるって決めたやつはもう本当にしっかりやって、もう解けるようにしようっていう感じでやったと思います。まさまさんどうですか。僕直前期は、まあ、その全体で言ったら山本さんと同じような感じなのかもしれないですけど、直前期は結構その負荷が高い勉強を優先してやってました。その、スペックのゼミの問題とかそういうやつを、まあ、この2人じゃないけど他の勉強してる人と一緒にその時間計って解いてそれを見せ合ってとかを、結構その負荷高めと時間を短くしたりしてやってましたね。はい、その結局そのアウトプット式、その本番の時に焦ってもその、まあ、書きたい量を書けるかどうかっていうのが大切かなって思ったんで、ちょっときつめの負荷をかけておいて、多少頭がテンパっても、まあ、必要量を書けるぐらい の、 その出力の高さみたいなのを直前期は意識してました。うん、アナさんどうですか。私もそうです。結構全文書きをもう担当直前から一切やってなかったので、直前はそのもう今更実力は上がらないんじゃないかと思ってたので、今持ってる実力をちゃんと本番で出し切れるようにしようっていうのを意識してて、その時間内にこう書き切れるようにというか、結構間に合わないことが多くて、まあ、本番もすごいギリギリだったんですけど、書き切る練習をしてましたかね。調子を覚えてました。なるほどね。特許はみんな間に合った時間、いや今年もまあ、なかなか運用は多かった。全然大丈夫、間に合わなかった間に合わなかった僕はあの、はい、間に合わなかったです。あ、そうなのか。あの大門1の最初のやつで、うん、もう最初こう答案構成しようと思った時になんか全然わかんなくて、で5分ぐらい考えて分からなかったんで、優先権で、ね、他の大問1の各書問2と大問2をとりあえず答案構成もあの書いてから、残り15分ぐらいでちょっとできるだけこいつを書こうっていうか、で結局こいつは書きたいことは書ききれなかったですね。まあ間に合わなかったんですよ、完璧に。浅村さんは。僕は本当に結構負荷が高い勉強を直前までしてたんで、その本番も特許を見たとき多いなって思いましたけど、まあ、逆にそれでなんかやる気が出るぐらいの感じでしたね。すごい。すげえ。やばいやばいって言いながら、なんか全然、はい、間に合いましたね。まあじゃあもう時間的には間に合う。はい。まあ、あれ間に合うんですか。川田さんどうですか。私すごいギリギリで、最後の10秒ぐらいまで書いてました。あとギリギリ間に合いました。僕もギリギリまで書いてましたよ、それは。でも全文書きは全然処理できなかった。あ、僕はちょっとこのフェーズまでいかなかった。なるほどね。ですね。あの、追い込みが追い込みきれなかった。そこまではちょっと。いや、でも130以上取れてるから、ここまで追い込みきれなかったです。いや、まあ、確かに。全文書きはちょっとね、やっぱ時間かかるしね、まあ、負荷かけてもやりたいけど、まあ、僕自身も合格したときは結構ね、答案構成をメインにしてたんで、はい、ただあの模擬試験を多めに受けたんですよね。だからまあそこで強制的に全文書きがまあ3回かあったんで、だからその4通を書くって3回だったんで、うん、まあでも、うん、ちょっとやっぱねスピードはやっぱね全書きしてる人に比べると全然違うなと思いました。どれぐらい書くかにもよるというか、浅村さんすごい答案をみっちり書く、結構ボリューミーな感じ、うん、でも多分そんなに書く必要なかったなって。いや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 そんなことないけどね、そういうのが分かんないから。確かに、しっかり書いた方が質上がるとかどうなのか、うん、そう
受かってもわからない何で点が取れてるかは、まあ見てるのは結局結論がまず用意したもの通りかっていうのと、で理由付けは究極的にね条文があったらなんとかなるぐらいの感じなんですけど、まあ今回ちょっとね論証させるのもあったじゃないですか。まあ、あの独占的通常知識もそうですし、あと、まあ、商標なんかもそうだったんですけど、まあ、多少こう、現場思考みたいなのが、まあ、自分の言葉で書かれてて、まあ、そんなに外れてないなってなったら、まあ、点はちゃんとくるんですけど、まあ、大体ね、みんな、その、あの、再現とはもちろん3人以外のやつをもらうんですけど、結論までいかないんですね。なんか結局どっちなんみたいな。答案もあるんですよ、再現。でもやっぱそういうのは点数尽きてない。結局結論どっちやねんってなっちゃう感じで、採点してる。だからまあやっぱり決めきれてるかどうかっていうのは大きいかなって思いますね。まあこの辺はでもちょっと抽象的なんでね、つかみにくいと思いますけど。ちょっともう時間になってしまったんで、最後に、まあ1年で合格できた決め手っていうのを、まあお三方から、ご披露いただいて、まあ、締めようかなっていうふうに思ってます。まあいろいろね要素はあると思うので、まあそれの全部トータル対応っていうのが本音だと思うんですけど、まあ強いてあげるんだったらこれかなとかこれとこれかなぐらいの、まあ2つぐらい上げて1個か2つぐらい上げてもらえたら嬉しいです。はい、どうですか山岡さん。まあ、勉強法とかいろいろありますけど、結局モチベーションの維持だったかなと僕は思います。なのであの、まあ、勉強の仕方は三者三様でしたけど、こうどういうふうに勉強したら自分が最後まで勉強をやりきれるかっていうのとか、どういう時にちゃんと休憩しなきゃいけないかとか、どうしたら自分がモチベーション上がるかとか、なんかそういうのをある程度把握して勉強試験終わるまで自分のご機嫌を取り続けながら勉強するっていうのはすごい大事に決め手だったかなと思います。ありがとうございます。まあ、勉強ってね、こう、勤めて強いるって書くじゃないですか。まあ、もうその段階でだいぶ自分にね、こう、夢中って感じなんで、まあ、本当に、だからそうなんですね。この3人みんなそうなんですけど、もう自己分析ちゃんとできてるので、まあ、だいぶ、もう、ちょっと、あれですね、こう、一段上な感じはしますよね。ありがとうございます。サムラさん、何ですか？僕もモチベーションですね。まさか先に言われると思うんですけど。ああ、なんか、そう、かぶる感じですね。まあ、何かと2人かぶるから。いつも被ってるんですよね。まあその今日の話で言うと、まあ、例えばそのレックがその安心感があるから、まあ、任せられるとか、レックスのテキストが結構いいから、まあ、あんま不快にならずに勉強できるとか、あと渡辺先生の授業その、まあ、結構楽しい感じのタイミングがあることで少しずつモチベーションが上がるとか、まあ、渡辺先生は結構何でも話聞いてくれてその度にモチベを上げれるとか、あと一緒に勉強してくれた山岡さんとか半田さんが、まあすごいなってなって、まあ、そういうのがモチベーション上がるとか、あとその自分で計画立ててそれをうまいことやってってモチベーション上げるとか、なんかだから全部その全部全部僕はモチベーション上がるようにっていうふうに、まあ、自分ではしてたつもりで、まあ、それが結局うまいこと全部いったかなとも思ってます。はい、なので気持ちよく勉強できたから、まあ、受かれたのかなっていう感じはしますね。でそれは結構ものすごい僕以外 その環境的な要因が多いんで大きいんで、それは本当にそういう環境があってよかったなって思います。ああ、でも、まあそうですね、まあ、年によって違うんですけど、もういやいいクラスでしたね変な話ですけどいいクラスだったなって思いますけど、まあ高め合える感じかなと思います。まああとモチベーションはやっぱそうですよね。こうなんかなんだろう、やらない家っていくらでも見つかるじゃないですか。今日は雨降ったからやらないとか、眠いからやらないとか、なんか気が不運乗らないからやらないとか、いっぱい出てくるけど、まあ、それをこう少しでもこう削れるっていうのは、ね、すごい残ったものがやる気なのかなって思うと、まあ、それは本当にうまくいったんだろうなって思いました。田中さん、どうですか、最後。そうですね。決めてって言うと、やっぱり、レックの渡辺クラスに入ってうまい、うまい、あの、よく、打ち合わせどうだね。打ち合わせどうだね。いや、でも、まあ、理由はお二人と本当に一緒なんですけど、うん、まあ、結局、まあ、モチベーションが上がったからというか、その、結局そこになるとは思うんですけど、うん、まあ、教材もそうだし、先生の講義もだし、この受験仲間の皆さんもそうですけど、それで結果的に、なんだろう、絶対一発で受かるぞっていう気持ちが保てたので、それはやっぱりこのクラスじゃないと保てなかったと思うので、ありがとうございました。なんかうまい感じで縛ってよかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ一応みたいな感じで
あの京都本校はこんな感じなんですけど、まあ、まさにこう全員攻撃全員守備をこう、まあ、横のつながりと縦のつながりを本当に体現してもらえたなと思ってて、まあ、最初にも申し上げましたけど、まあ、合格率 6.1% で担当も 11% とか でそれで23人しか一発合格いないのに、まあ、3人も、ね、あの合格したって本当に優秀だと思いますし、まあ、正直言ってこのクラスで僕楽しかったんですよ。楽しかったです。あの教えてる側も、まあ、基本的に毎年楽しいんですけど、でも またなんかちょっとね違う感じで、あの学びを得ることがすごく多かったので、それは質問もそうだし相談もそうなんですけど、あのこう自分の中でこれは当然だなって思ってたものに対してこう一石を投じるじゃないですか。なんでもう一回再考するんですよ。あ、そういえばなんか当然と思ってたけど意外と当然じゃないなみたいなのは、その法律面もそうだし勉強方法に関しても、もう結構凝り固まるんですよ。受験業界にも13年14年もいると、いやこれはこういうもんだから、青本は読むもんだからみたいな。でもそれは目的からするとなんか必ずしも必須じゃないよねっていうのとかを結構考えさせられた1年で、まあ結果もねこうやって3人、まあ他はねあの別に3人担当で、ね、受かったかといって、まあ、ただ論文がダメだったって結果になりましたけど、まあ、きっと来年合格してくれるだろうし、まあ、他の方も、まあ、来年頑張ってくれるだろうしって思うと、まあまあ嬉しい回だったなっていうふうに今日の回は、はい、思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。という感じで、まあ、もしよろしければまたガイダンスですね来ていただいて、まあ、いろいろとお話しさせてもらえれば嬉しいなというふうに思ってます。一生懸命やるメンバーがいるので、多分あのただ仕事をしてるだけとかただ遊ぶだけとは全然違う、まあ、いわゆる充実感ですよね。簡単に言うとね、充実感が得られる機会っていうのが、まあ、提供レックとしてはできるのではないかなというふうに思ってますし、まあ、あと生講義は、まあ、先の講義の冒頭でもお話したように、まあ、ある程度ねお金はかかるんですけど、まあ、それなりのこうインフラが、まあ、テキストもそうだし講義もそうだし、あとその受講生同士の質っていうところに関しても、まあ、担保されてるからこその付加価値が乗っかってての金額なのかなっていうふうには思ったりをしてるので、一講師としてですね、まあ、もしよろしければ一度お越しいただければというふうに思ってます。はい、では今日はですね3人ともいろいろお話聞いて、本当はもうこの時間に限らずもっといろいろ聞いて、まあ一旦ここで、まあ、契約ですからここで終わりという形にさせていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。